マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のヘブンリーロマンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スピルバーグ、これはいいスタートを切りました。ヘブンリーロマンス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてヘブンリーロマンス行きました。先手を取ったのは北サンブラック、内からエフフォーリア、ここにスピルバーグ、外を通ってラブリーデイ、イクイノックス、すぐ後ろ大きく離れましたゼンノロブロイ、その後ろに名将サムソン、隣にはオーセンジョーダン、内を通ってアーモンドアイ、その外からダイワメジャー、すぐ後ろにウォッカ、内からはモーリス、その後ろからはレイデオン、すぐ隣にレーシンフラッシュ、カンパニー、そのうちに続いています。その外にジャスタウェイ、しんがりからウエナビスタ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さて先頭に戻りましょう。6番ラブリーデイ、レースを引っ張ります。オーケーキを通過していきます。前はラブリーデイ、イクイノックス、いい足で伸びてきた北サンブラック、3番手この辺りで後続がどんどん追い上げていきます。ラブリーデイ先頭です。内側に北サンブラック、先頭に立つのはイクイノックス、内から北サンブラック先頭、あと 200m、 先頭は依然として北サンブラック、イクイノックス伸びてきた、先頭は北サンブラック、2頭がほぼ同時に突っ込んできました。北サンブラック、イクイノックス、これは分かりません。決着は写真判定か。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。